6月上旬、梅雨前に続く夏日。芸術館は家族で水戸に遊びに来た時とかしょっちゅう見かけてはいたんですけど、あの建物でも来るのは初めてで、今日展望台にも登って思ってたより高かったし楽しかったです。建物県庁ですかね。あと千箱も見えます。初めての角度から見る多彩な水戸の街。水戸は中学生の時に同級生と電車に乗ってよく遊びに来てました。ショッピングしたりプリクラ撮ったり。これ何ですか？中にある本物の絵画が入ってる。すごい、本当に可愛いです。めっちゃ可愛いです。ちょっと態度悪いですけど。そうですね、こう態度の悪い感じが可愛い。なんか疲れた時とか悩んだりとかした時にストレス解消になるのが綺麗な写真を見ることなんですね。なんか人がいるとテンション上がっちゃう。私もそういうか見ててふわっとするような写真を撮って、ちょっとでもなんかこう癒しになったらいいなっていうのがあってずっと続けてます。私ドライトマトとオリーブ大好物なんですよ。うん、ほんと美味しい。想像が広がる